塩化,塩化鈴、塩化鈴、塩化鈴、チンクロリド、または、ストニスクロリドは、化学式、SNCL で表されるプラスニカノスズの塩化物で、無水物、二水和物がある。無水物は、常温常圧において、無色白色の結晶性粉末で、潮解性がある。二水や獲物は常圧において、有点摂取37.7度の白色結晶で、 強力な還元剤であり、酸化剤や強塩機と激しく反応する。硝酸塩とは、非常に激しく反応し、爆発の危険がある。空気中の酸素と反応して不要性のオキシエン化物を生じる。水、メタノール、エタノール、酸酸、酒石酸などに通う。塩化鈴は、非共有電子体を持つため、気体状態では、オレ線形分子として存在する。 固体状態では、一つの塩化物イオンが二つの鈴イオンによって共有され、鎖型の結晶構造となっている。二水合物は一つの水分子が鈴イオンに灰意結合し、その水分子にもう一つの水分子が灰意結合して構成されている。二水和物の結晶合子は、そうなした塩化鈴の間に水分子を挟み込む形になっている。 生成熱はマイナス 325kJ マイモル。結合の長さは、気体状態で 242pm。結合がなす角度は、気体状態で95度、固体状態で80度である。自化率は、CGS 単位計で69.0である。塩化鈴は見た目上水に分解することなく、溶解するが、溶液を希釈すると、加水分解が起こり、 白色沈殿の塩基性ジオが生成する。この時、次の式の平行が成立している。ゆえに、透明な塩化鈴の溶液を長時間保持する場合、ルシャトリエの原理より、溶媒は塩酸とする必要がある。また、塩化鈴は空気に触れることで、空気中の酸素と反応して酸化され、次の反応を起こす。鈴でできた缶に保存すれば、この反応の進行を抑えることができる。 鈴は様々な状況で還元剤として用いられる。銀や金のイオンと反応して銀や金の単体を積出させるほか、鉄イオンを還元して鉄イオンを生じさせる。また、塩化鈴の溶液は鈴イオンの沈殿反応にも利用することができる。例えば、硫化ナトリウムとの反応では黒色沈殿のが生成する。強塩気を 塩化鈴の溶液に少量を加えた場合、酸化鈴一水和物の白色沈殿が生成する。しかし過剰に加えると、粗鈴は量性元素であるため、トリスヒドロキソ鈴酸イオンなどの削体をって溶ける。無水塩化鈴は、水以外の溶媒中において、様々な化合物に変化する。例えば、ジブチルヒドロキシトル塩と塩化鈴をテトラヒドロフラン、 thf 中で反応させると、2分子が、肺移結合した黄色い直線上の分子、sn ができる。塩化鈴和としても働き、塩化物イオンなどを、肺移種として、削体を形成する。これらの削体の内多くは三角水系である。またトリクロロスズ酸イオン、sncl3 などの削体はオクテットを満たすため、安定であり、これらの削体に、肺移種が増えることは少ない。 よって、これらの錯体の孤立電子体は結合に使われる。ゆえに、これらの錯体はルイス塩基や排位子として働く。これは、フェロセンの関連物質との反応において見られる現象である。また、塩化鈴は金属同士の間に結合を作る反応にも用いられる。例えば、オクタカルボニルにコバルトとは以下のように反応する。無水塩化鈴は、 金属鈴に乾燥した塩化水素を吹き付けて得られる。同様に塩化鈴に水や獲物は、鈴を塩酸に溶かし、できた溶液の水を蒸発させれば得られる。二水和物に無水酢酸を加えると、無水物が生成する。塩酸を少量を含む塩化鈴の水溶液は、鉄の鈴めっき、ブリキの缶の製造に用いられる。陽極に鉄を用い、溶液に電圧をかけて、 電気分解すると、鉄の極板状に、鈴が析出する。染色において、塩化鈴は、こっちにいる色素などで染めた布の色を明るくするので、焙煎剤として用いられる。また、絹の重量を増すために、単独で使われることもある。また、生分解性プラスチックである、ポリ乳酸、プラの製造時に触媒として用いられる。さらに、アセトンと過酸化水素を反応させて、 加酸化アセトンの4両体を作る際の触媒にも用いられることがある。塩化鈴には還元剤として多くの用途がある。銀鏡反応にも用いられる。同様の還元反応が HG の検出にも用いられる。塩化鈴の溶液を塩化水銀の溶液に少量を垂らすと塩化水銀の白色沈殿が生成する。さらに塩化鈴を加えていくと金属の水銀が生成し、 溶液が黒くなる。また、塩化鈴は、金の存在下でを生成し、紫色となるため、金の検出にも使われる。また、同様に、水溶液中の白金属元素の検出にも、用いられる。原子球根を用いて、水銀を分析する場合、必ずれ上級原子球根分析法が用いられるが、この時、塩化鈴が、還元剤としてよく用いられる。また、 有機合成化学では還元剤として用いられる。例えばニトロ元を網の元に還元して、方向属アミンを合成する際に用いられる。この他にニートリルから塩海ミドイルを経由してイミンを合成し、それを加水分解させて方向属アルデヒドに変換するスチーブン合成などに用いられる。この反応は芳香族ニトリルアリール CN において、 よく進行する。関連する反応として、アミドをご塩化リンで処理して塩化イミドイルに変換する。ソン・ミューラー、ソン・マラー等ガールスチーブン合成は、現在は水素化、ジーソブチルアルミニウムの還元にとって変わられたため、あまり行われていない。また、塩化鈴には機能をヒドロ機能に還元する働きも、ある。EU では、塩化鈴は、 E 番号 E512 として食品添加物に認定されている。缶詰や瓶詰の食品用にや酸化防止剤として使われている。塩化鈴和においてテクネチウム99メートルのカテクネチウムジ塩が血球に結合しやすくなるように放射性物質を減らすために使われている。溶融した塩化ズは酸化して、 緻密な結晶構造を持つ酸化加鈴に変化することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。